囲碁とは、交互に盤上に石を置いて行き自分の石で囲んだ、領域の広さを競う、二人で行うボードゲームの一種。単に五とも呼ばれる。二人のプレイヤーが、五石と呼ばれる白黒の石を、通常1919 19の格子が描かれた五番と、呼ばれる板へ、交互に配置する。一度置かれた石は、相手の石に全周を取り囲まれない限り、 取り除いたり移動させたりすることはできない。ゲームの目的は自分の色の意思によって盤面のより広い領域を確保することである。アブストラクトゲーム、ボードゲームの一種でゲーム理論の言葉で言えば二人で和有限確定完全情報ゲームである。勝敗はより大きな地を確保することで決定される。ゲームの終了は将棋やチェスと同じように 一方が負けを認めることもしくは双方のもう打つべきところがないという合意によって行われる。他のボードゲームと比較した場合の得意な特徴は、ルール上の制約が極めて少ないこと、パスが認められていることが挙げられる。発祥は中国と考えられており、2000年以上前から東、アジアを中心に親しまれてきた。そうした文化、 歴史の中で、乱歌等様々な別称を持つ。日本でも、平安時代から広く親しまれ、枕草子や、源氏物語といった古典作品にも数多く登場する。戦国期には、武将のたし並みでもあり、庶民にも広く普及した。江戸時代には、家元四、家を中心とした、プロ組織もでき、交流の時期を迎えた。明治以降も引き続き広く親しまれ、 近年ではインターネットを経由して対戦するネット語も盛んである。日本ではダメ、布石、指定し、定石など数多くの囲碁用語は日本語の慣用句としても定着している。西洋的な価値観からはチェスなどと同様マインドスポーツでもあり、国際囲碁連盟は国際オリンピック委員会が承認する国際スポーツ団体総連合に加盟し、 五輪競技としての採用を目指している。中国、広州で開催される2010年アジア競技大会では競技種目として採用された。五という字は本来は木、五の痛い,い字で意味も発音も同じだった。中国では過去木と書く。日本漢字音での五と木の音の違いは五音と漢音の違いに由来する。囲語は実際には中国で生まれた。 少なくとも春秋時代には成立していたようで、論語や孟子の中には語の話題が出てくる。中国語は、前漢時代17路版であったと考えられている。伝統的な中国語は、盤上に多くの石を乗せた方が勝ちというルールであった。隋の五番初期の五石は、闘争期のものが残っている。その後、五世紀には朝鮮へ、七世紀頃に、 日本に伝わったとされる。その時代から日本の貴族を中心に広く遊ばれ、焦燥院には五番と五石が収められている。聖少納言や紫式部も五をよく打ったとされ、枕草子や源氏物語中にも囲碁と思われるものが登場する。室町時代末期からは五ちが区芸や武将に招かれるなどの専業化も進むとと,ともに、それまでの事前大き姿勢から、 自由布石への移行も起こった。戦国時代には、戦国武将たちに大いに好まれ、織田信長に日海が、名人の称号を許されたと言われる。江戸時代には、幕府から火力を受ける、家元制度が成立し、囲碁の技術が、飛躍的に向上するとともに、将軍お目見えによる、五条語が行われたり、五会所が生まれるなど、庶民の娯楽としても定着した。 アマチュア囲碁競合の菊池康夫は1980年の著書、囲碁に強くなる本において、日本の囲碁人口は1000万人と言われ、中高生のクラブ活動では、囲碁が最も人気がある、21世紀に入って、最も脚光を浴びる、大衆娯楽の一つに、囲碁が挙げられていると記している。1999年頃には、漫画、光の碁》の影響で、若年層にも、 囲碁ブームが生まれた。囲碁は日本のみならず台湾、韓国、北朝鮮、中華人民共和国などでも盛んに行われ、その他にも北アメリカ、南アメリカ、ヨーロッパなどでも行われている。今日、囲碁は世界80カ国以上で打たれており、世界選手権も行われている。レジャー白書によると、日本の囲碁人口は2017年で、推計190万人で、 2009年の640万人から大きく減っている。2013年の年齢別構成は男女合計で10歳、第11.8%、60歳、以上8.1%であった。五番語家に入った五石師以後のルールには、いわゆる日本ルールと中国ルール、中国ルールをもとに台湾で考案された軽転性ルールなどがある。いずれもゲームの進め方や、 勝敗の判定に大きな違いはないが、細かい違いはある。以下は、日本ルールを元に説明する。主なルールは5つ。5番の線の交差部分に黒と白が交互に打つ。地の多い方が勝利。相手の石は上下左右を囲うと取れる。着手禁止点鉱石を取るルールと自殺手の禁止のルールによって、以後では、数のような石の配置には決してなり得ない。 しかしその直後、今度は、数のようにの黒一子が、当たりとなっている。白が B に打って、黒いを取り返すと、上手の形に戻ってしまう。この形をこうと呼ぶ。これを繰り返すと永遠に対局が終わらないため、同一局面の反復は禁止とされている。つまり、上手で黒が A と取った直後に、白が B と取り返すのは反則となる。詳しくは、 この項目を参照。以後は、先手の黒が有利な競技である。そのため、対等な条件にするために、込みというルールがある。ランダムによって、手番が決められた場合に設定される。現在の日本ルールでは、6目半を先手の黒が負担しなければならない。後手の白の獲得した地よりも、7目以上多く、獲得しないと、勝ちと認められない。 零目から六目を奥白より獲得しても、その場合は、後手の白の勝ちとなるため、引き分けも起こらない。このような設定の対局を、交代で千番が打てることから、互い戦という。また、ハンディキャップ戦として、置き語がある。指導目的の語にも用いられる。下手が黒を持ち、上手が白を持ち、あらかじめ盤上に黒石を置いた状態でスタートする、ものである。 あらかじめ置かれた石を置き石という。実力差によって置き石は一般的に日から九石の範囲で調節される。気力の差が大きければ、その分置き石も多くなる。置き石の場合、上手の白から打ち始める。下手が置き石なしの状態で先に打つ場合は手先という。込みのルールがつかないため、陣地の目数が同じ場合は事後と呼ばれ。 引き分けとなる。先に述べた着手禁止点のルールから2箇所の離れた空間を持った石は決して取り上げることができないことになる。例えば下図左上の黒は周辺をびっしりと白に囲まれているが、白からは A にも B にも打てないのでこの黒の一段を取り上げることができない。この場合、黒は生きているという言い方をする。 すなわち、目を二つ作ることができればその石は生きになる。なお、下積み下の黒は、独立した二箇所の目を持っているわけではないため、白から C と D に打って取ることができる。これは二眼ではなく、黒は死にということになる。通常、対局が始まるとしばらくは、布石が行われる。大体の場合は、五番の四隅に打つことから始まる。なお、 初手を四隅に打つ場合は、白番が右手で打ちやすい隅を残すため、慣例的に右上隅に打つ。近年では、隅の着点は、小目と星、三々がほとんどで、高めや目外しなどの位の高い着点は、やや特殊な打ち方とされる。江戸時代には、小目以外の着点はほとんど打たれていなかったが、20世紀に入って星。 さらに近年の人工知能の発達によって、三々の打ち方が増えてきている。これは、その他の隅の締め方が、地に甘いとされているからである。以下は十九素地の布石の例である。中盤は、死活の絡んだ戦いになる。互いに死活がはっきりしていない、弱い石を意識しながら打ち進める。攻め、裁き、しのぎの技量が問われる。 中盤は、最も作戦が飛んだところである。基本的な構想をいくつか挙げると、などがある。高等戦術の例として、自分の模様に隙を残しておいて、あえて打ち込ませ、いじめながら、各所で得を図ったり、序盤は、地で先行し、相手の模様が完成する直前に打ち込みで荒らす、手法などがある。寄せは、双方ともに、 死活の心配がなくなり、互いの地の境界線を確定させる段階を指す。ただし寄せは、必ずしも終盤に起こるものではなく、局面によっては、序盤、中盤のように手数が少ない場合でも大寄せが打たれる、ことがある。互いの地に、およそ20目以下10目以上の差がつく寄せを大寄せ、およそ10目以下を小寄せと呼ぶ。序盤、中盤、 終盤には明確な区別はなく、ほとんど序盤のないまま戦いに突入したり、寄せに入ってからの駆け引きで中盤に逆戻りすることも、ある。大まかに囲っている地域と最終的な地との間には大きな違いがあり、ゲームの進行とともに、景色が大きく入れ替わる。相手が囲おうとしているところに石を突入させて、生きてしまえば、そこは自分の地となる。 相手が地だと思って囲っている壁の一部を国境を侵害するように切り取ってしまえば地はそれだけ減ってしまう。逆に相手が生きると思っている石を殺してしまえばそこは自分の地となる。戦いの中で相手の地や石と自分の地や石を奪い合う振り返わりという戦略もある。最終的に相手の石が生きることができずかつ境界が破られないような領域が地となる。 つまるところ、以後は、石の効率を競い合うゲームと言える。一般に、両者が最善を尽くしている状況では、相手の石の生きにくさと模様の広さとの間には、トレードオフの関係がある。相手の息がほぼ見込めない領域のことを、確定値と呼び、これを優先する考え方を実利重視という。これに対して、将来の利得を重視する考え方が、厚みである。 経営における短期と長期のバランスに似て、この実利と厚みの絶妙なバランスが、以後の戦略で極めて困難なポイントである。とりわけ、厚みの形式的表現が極めて困難なことが、コンピュータイ語ソフトの最大の壁であるとも言われる。基本的に序盤は、隅から打ち進めるのが効率が良いと言われる。これは、ある一定の地を得るために必要な石数が、中央より、 変より、隅の方が少なくて済むためであり、その分効率が良いとされるためである。近年のプロの対局では、第一手のほぼすべてが、隅から始まっている。第一手を中央に打った対局も存在するが、多くの場合主向と評される。以後のルールは、非常に単純であるが、そこから派生する効率の良い,いほぼ必然的な着手の、仕方。 つまり、石の形を理解することである程度の気力を得ることができる。効率の良い形を形、光景悪い形を、具形、凝り形などと呼ぶ。秋三角は、具形、二目の頭水羽根よなど、格言になっている。石の形は多く存在する。五を打つ上で重要な要素として、厚みがある。言い換えれば、勢力のようなものである。 例として見間開きの真ん中に打ち込もうとする場合、ただの見間開きに打ち込むより、開きをなす、一方の石が二国の連続した形である場合の、ほうが、より打ち込みは無謀と感じるだろう。これは打ち込まれた石を勢力に追い詰めることで、取ることができないにしても相当いじめられることが予想されるからである。これ以外にも、有効に石を連続させておくことで大模様を、 形成できる、万丈で不意に発生した市長に対し市長あたりの効果を発揮するなど、あらゆる可能性を持っている。以後は、お互いに着手する回数は、ほぼ同じなため、その中で、いかに効率よく、局面を進め、最終的により多くの地を獲得するかが重要になる。この石の効率のことを、石の働きとも言い,い、効率がいい状態を、石の働きがいい、 効率が悪い状態を、石の働きが悪いという。石の効率は、石の形とも密接な関係にあり、具形や、凝り形と呼ばれる形は総じて石の働きが悪い、形でもある。また、石の働きの評価方法に、手割り計算がある。局所において、 白黒双方の形が定まった時点で、互いの働きのない石を除外していき、どちらの方が除外した数が多いか、または白黒同じ数だけ取り除き、その時に残った石の働きにより、形成を判断する方法である。手割り計算の概念を最初に編み出したのは、本因坊動作とされており、これによって、 局所戦に終始する旧来の後の時代が終わり、意志の効率を追求するという近代後の概念が確立された。以後の力量を数値で表すための段級異制度が存在している。アマチュアとプロで認定の仕組みが異なっており、アマチュアでは日本棋院、関西棋院が認定をしている。アマチュアは、初心者は30から50級から始まり、最高位は8段である。 段級くらいの認定を受ければ、免状を発行してもらうことができる。プロは、初段から始まり、最高位は球段である。プロ騎士同士の対局の成績によって商談が行われる。日本では、室町時代末期から騎士による大会が行われていた。20世紀に入り、日本棋院が設立されると、新聞社の協賛により多くの大会が開催されるようになった。 また、戦後からは、韓国、中国を中心として、世界規模の大会も開催されるようになった。日本、中国、韓国、台湾に、囲碁のプロ組織がある。日本では1612年に、江戸幕府の顔白子が始まり、家元四野生が成立し、騎士の収入と身分が保障されたが、明治維新の際にその制度は崩壊した。以後 各派が分かれて活動したが、1924年に各派がまとまって日本企員を設立した。日本企員は各種規制実施、免上発行のほか書籍、用品の販売などを行って収入を得てプロに賞金を与えるとともに職員を雇用する。韓国では1945年に韓国企員の前身となるハンスン企員が 中国では1962年に中国学校域協会が設立され、後にそれぞれプロ制度が確立した。財政的には各種規制のスポンサーとして新聞社が大きな役割を占める。現在の日本のトップ騎士人工知能アルファゴの対局では世界で約6000万人が感染した。世界競技人口は4000万人に上る。 レジャー白書によると、1年に1回以上囲碁の対局を行う、いわゆる囲碁人口は、1982年の1130万人から、2004年450万人、2006年360万人、2015年250万人、2017年190万人となっている。最新のレジャー白書2020では230万人と推計されている。 以後の特徴として、盤面が広く、また着手可能な手が非常に多いため、出現し得る局面の総数やゲーム機のサイズが、他の二人例は有限確定完全情報ゲームに比べても極めて大きくなることが挙げられる。また、そのルールの単純性と複雑なゲーム性から、コンピュータの研究者たちの格好の研究材料となってきた。1919 19 361素字の5番に、黒い、白石、空点をランダムに配置したとき、その組み合わせの総数は3361、およそ1.71172となる。この中には着手禁止点に、石があるなどの非合法な盤面が含まれるため、この値より、以後の合法な局面数は小さくなる。合法な局面の総数の正確な値は二千十六年に、 求められ、約2.111170であることが、明らかにされた。正確な値は、下記の通りである。合法な19ロ版の以後の総局面数20 8 8、208168199381979 98、984699478633344 86、862770286522453884。 530548425639456820927419612738015378525648451698519643907259916015628128546089888314427129715319319317557736620 397247064840、9352.110170 39。これは、将棋の1068から1069、チェスの1050、シャンチーの1048、オセロの1028、チェッカーの1020などと比べても、非常に大きく、観測可能な宇宙の原子の総数約1080とも、比較にならない。 他の大きさの5番の総局面数も算出されており、13、6番では、約3.7079、9、6番では、約1.038である。数学的な解のある合評な局面数とは異なり、ゲーム機の総数には、正確な定義がない。コンピュータ将棋の開発に携わった、田中哲郎は、ゲームの複雑性を表現するために用いられる。 ゲーム機のサイズは多くの寄付の平均手数と合表種の数の掛け算によって求められているに過ぎず平均手数が数値変わるだけで算出結果が何桁も変わるため数学的にはあまり根拠がないと指摘している。ゲーム機の複雑性は将棋で1226。 チェスで1123、シャンチーで1150と見積もられるのに対し、以後では1400と見積もられている。チェスの世界では、1996年のがあるり、カスパロフとの対局で、初めて単一のゲームで、世界チャンピオンに、コンピュータが勝利した。また、1997年には、オセロの世界チャンピオンであった。 村上健がコンピュータとの6番勝負で6戦、全敗し、2006年には、シャンチーのプログラムが大使との対局に、勝利、2012年には引退した、棋騎士の米長国夫が、コンピュータに敗れた。こうした他のゲームにおける、コンピュータの躍進と比較すると、コンピュータ以後の気力は伸び悩み、2000年代前半においても、 アマチュアの有段者に及ばない程度の気力であった。コンピュータ囲碁が他のゲームに比較して進歩が緩やかだったのは、前述の囲碁の総局面数の多さやゲーム機能、複雑性も影響しているが、それだけではない。将棋やチェス、シャンチーより局面数の少ない9路盤においても、2005年までは、コンピュータはアマチュア初段の息を出ることができていなかった。 初めてコンピュータが旧路盤で、プロに、公の舞台で勝ったのは2008年のエキシビジョンマッチでのもごたいたらぬカタリン戦であるが、プロ側が旧路盤の対策を練った2012年の電気通信大のイベント、2014年の第1回以後電王戦ではいずれも、コンピュータ側が全敗した。こうしたコンピュータ以後の進歩の難しさの一因に、以後において、 評価関数を作るのが非常に難しい点が挙げられる。将棋やチェスでは、駒の損得や局面の状態に応じた評価関数が作りやすく、オセロにおいても、隅や辺の重要な部分のパターンで評価関数が作成されてきた。しかし以後にはそうした評価方法が存在せず、すべての石の価値が平等であり、 オセロの隅のように大きな重みを持つ箇所も存在しない。形の良さ、厚み、味の良さ、石の軽さなどが複雑に絡み合っており、評価関数を設定することで強いコンピュータを作るのは非常に困難であった。しかし2006年、レミ・クーロインがモンテ・カルロ法を応用して作成したクレイジーストーンが一つの転機となる。 クーロンはこれをモンテカルロ目探索と名付けた。従来の評価関数を作成して着手を選択させる手法とは異なり、モンテカルロ目探索ではコンピュータにランダムな着手を繰り返させて多数の対局を行わさせ、さらにその中で有望な展開に多くの探索を繰り返させ、最も勝率が高くなる着手を決定させる。 従来の手法より、モンテカルロ目探索は以後に適合し、他のプログラムもこぞって、これを採用した。コンピュータ以後の気力は2006年から1年に1から2しほどの速さで向上し、2012年頃には、アマ6.7段程度の気力にまで達したが、そこからは気力の伸びが停滞した。2015年の段階でも、コンピュータがプロに勝つにはまだ10年以上かかると、 空論や他の関係者は語っていた。ところが、2016年に、モンテカルロの探索にディープラーニングとニューラルネットワークの技術を組み合わせた、アルファゴ Google ディープマインド社が発表した。アルファゴは、数千万の寄付による学習の後、数百万の自己対戦を繰り返し強化された。ヨーロッパのプロ騎士である半期に2015年10月に、 勝利していたことが公表され、2016年3月に行われた、韓国のトップ棋士である、リオとの5番勝負も4勝1敗で制した。2017年には、中国のトップ棋士である、柿吉とも3番勝負を行い、3連勝して、人間との戦いから引退した。アルファ5の登場は、コンピュータがプロを上回るのはまだまだ、先だろうと考えていた、囲碁界に、 大きな衝撃を与えた。アルファ語の技術を使用したイゴエ AI は、プロ騎士を凌駕する気力を有するようになり、アルファ語をはじめとするイゴエ AI の様々な手法は、従来の定石や不石に大きな影響を与え、新たな不石や定石の流行を生むようになった。イゴには、様々な別称画称があるが中には、中国の個人に由来するものも多い。 そのような古事由来の衣装の代表であるランカは、中国の神話、伝説を記した、術域の次のような話に由来する。進むの時代、木こりの王室が、信康軍の石室山に入ったところ童子たちがゴを、打っているのを見つけた。ゴを眺めていた、王室は童子から夏目をもらい、上を感じることはなかった。しばらくして、童子から言われて、斧を見ると、 その柄が朽ちていることに気づいた。王室が山を織村に帰ると知っている人は誰一人いなく、なっていた。この欄下の古事は、以後に没入した時の時間感覚の喪失を、斧の柄が腐るという非日常な事象で、象徴的に表している。また、山中の童子などの神仙に通じる存在から、こうした時間を忘れての没入を神秘的なものとして、 捉えていることも伺える。この例と同様に、語を打つことを神秘的に捉えた衣装として、ザインがある。これは語にのめり込む様を座る忍者に通じるとしたもので、手段と同じく、施設神語の匠芸に、囲語の別称として記されている。手段は、字の通り、互いに語を打つことを話をすることと結びつけたもので、ある。囲語の用具に着目した衣装として、ウロがある。 五石の黒白をカラスと詐欺に例えている。方円は五石と五番の形から付けられたもので、本来は天円地方で古代中国の世界観を示していた。後に円形の五石と正方形の五番から囲碁の別称となった。うロの争いとも言う。太平洋紀末期四十、友も人の話も別称の由来となっている。とに住むある男が、 立花の庭園を持っていたが、ある時霜が降りた後で、立花の実を収穫した。しかし三四とも入りそうな亀のように大きな実が二つ、残り、それらを積んで割ってみると、中には、老人が二人ずつ入っていた。この老人たちは、立花の実の中で語を打っていた。この話から、以後は、立花中の楽とも呼ばれる。ただし、原文では、老人が遊んでいたのは、 5ではなく、将棋である。5番には、天元北極星、星星、中級素字十九素字、イコール3 6一1年365日、四隅春夏秋冬など、自然界、宇宙を、抽象的に意味付けているとの主張もあるが、361日と365日は10年で40日も、差があり、こじつけという見方もある。文芸映画文楽、 歌舞伎漫画落語その他、ありがとうございます。